こんばんは。12月6日日曜日の夜でございます。平山茂です。今日はですね、渋谷ですね、渋谷からお届けしております。なかなか街の音がすごいということで、ちょっと頑張って声張っておりますが、聞こえますでしょうか。頑張っております。さあ、大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫ですからね。皆さん、これ飲んでますか。これ陽明酒。いやー、ちょっとね、お友達にこう陽明酒をね、飲むといいよって言われて陽明酒買ってみました。今日の夜からちょっとね、陽明酒飲みながら、陽明酒飲んで明日からの仕事に備えようかなと思っております。大丈夫ですから皆さんね、ちょっとエネルギー不足という方、ぜひ陽明酒飲んでみてください。陽明酒で頑張りましょう。明日からね、月曜日ですよ。明日は気合い入れて、気合い入れて頑張りましょう。明日からね、未成年の方は陽明酒飲めませんからね。ちょっと大人の皆さん、陽明酒もう飲んでるよって方はもう飲み続けてもらって、僕もちょっと頑張って明日からこれで頑張ります。よろしくお願いします。大丈夫ですからね皆さん、大丈夫ですよね。また明日会いましょう。渋谷で何するかって、何もしない、ただ歩いてるだけということで、皆さん明日また会いましょう。非常に恥ずかしいですね。いやでも気にしないよ。いや頑張りましょう。じゃあまた明日、おやすみなさい、おやすみなさい。明日からちょっと頑張らないといけないから、陽明酒ぐらい大丈夫でしょ。ちょっと陽明酒だけ飲んで、体のために。大丈夫です、普通のお酒とかで大丈夫です。薬用なの、リキュールのあれみたいな。これちょっとにしとこう、ちょっとに。そうです。これぐらいでいいの。好きだし、鶏スープしたって、野菜のせい。ありがとうございます。ちょっと初めての陽明酒。はい。いきます。あ、飲める飲める。飲みます。頑張るぞ明日から。